エルファルド・ベンナブアンは、マヨットとコモロとセルビアのサッカー選手。コモロ代表。ポジションは FW。フランスの海外圏であるマヨットに生まれた。その後レユニオンに移り、JS サンピエロに所属した。2006年に、フランス本土のルアーブル AC に加入。フランスアマチュア選手権に所属する B チームで1年を過ごした後に、2008年3月3日のリーグで、 ドロワ AC 戦で72分にトップチーム初出場、プロデビューとなった。彼自身はこのシーズン、トップチームではもう1試合に出場したのみで、戦力とは言えなかったが、クラブはリーグ暗昇格を決めた。翌シーズンは11月12日のクープドラリーグ、スタッレ連ヌ戦で初めて、トップチームで出場、スターティングメンバーに名を連ねたほか、プロ初得点を記録した。 その3日後にパリ・サンジェルマン FC 戦でリーグアン初出場。2010年にリーグドゥのバウンル・オークルに移籍した。2013年にギリシャスーパーリーグのベリア FC に移籍。8月に早速初出場をすると、2013から14シーズンは15得点を記録し、得点ランキング2位につけた。二千十四から十五シーズンは開幕節で一ゴール一アシストを記録し、 2節でもアシストを記録。しかしその後は怪我で2週間離脱した。第19節では2得点を挙げて、同節の最優秀選手となった。アフィー・クレタ戦の後には、給料3倍で3年の契約延長をクラブに打診されたが、さらに高い待遇を要求した。彼はこれを拒否。2015年4月20日にも2得点1アシストと、活躍を続けた。 2015年7月にオリンピアコス FC に自由契約で加入。報じられるところによれば、この時彼の獲得に動いたギリシャのクラブとしては他にレバディアコス FC やプラタニアス FC の名前が挙げられており、冬の遺跡でも彼の獲得を画策していたという。しかしオリンピアコスへの加入に合意した5月に十字人体に重傷を負い、 オリンピアコス監督のマルコシューバからはもはや戦力としてカウントされていなかった。2015年12月29日に結局1試合も出場しないままレバディアコスに半年の期限付き移籍。2016年1月10日にレンタル元のオリンピアコス相手に移籍後初出場し初得点も記録したが3から1で敗れた。2016年7月8日に1年。 延長オープション付きの1年の期限で、パニオニオス FC に期限付き移籍。同クラブの得点王権最優秀選手として、大活躍を遂げた。2017年7月26日に、レンタル移籍が終了し、UEFA チャンピオンズリーグ2017から18、予選のパルチザンベオグラード戦で、 オリンピアコス初得点。カップ戦や国際大会も含めて2017から18シーズンに10試合出場し、セルビアスーペルリーガのレッドスターベオグラードから3年契約がオファーされた。2017年12月19日に契約延長に後ろ向きであったため、オリンピアコスのトップチームから脱落した。2018年1月12日に2年半契約で、 レッドスターベオグラードに加入。移籍金は推定50万ユーロ、年俸は100万ユーロに、出来高で合意した。同年8月29日の UEFA チャンピオンズリーグ2018から19予選のレッドブルザルツブルク戦では、ミロシュデゲネクからの2アシストを両方決めて、UEFA チャンピオンズリーグ2018から19グループリーグ進出を決めた。 11月28日の同リーグ SSC、ナポリ戦で得点を決めて UEFA チャンピオンズリーグ初得点を記録した。2014年3月5日にブルキナファソ代表との親善試合でコモロ代表初出場。その後はクラブで大けがを負ったために代表からも離れる日々が続いたが、復帰後は二千十六年三月十四日にアフリカネーションズカップ二千十七予選の ボツワナ代表戦で代表初得点。彼の得点で、コモロ代表は6年半ぶりの勝利、そして主要な国際大会での史上初勝利をつかんだ。2021年9月1日に行われたセーシェル代表戦で自身代表初となる、ハットトリックを決めた。マヨット生まれのコモロ人。2021年8月に、セルビア国籍を取得した。ありがとうございます。